こんばんは、平井博明です。インパクトゼロと推し活は別物なんです。トール君から質問なんですけど、一緒なのっていう疑問だったんですけど、言ったけどそんなこと。平井博明のワンナップゴルフ。多分トール君編集してる時にどうなのっていうことをいっぱいメモしてくれてるんですけど、それを、まあ、今ピックアップしたんですけど、インパクトゼロっていうのは形なんですよね。ボールに何かをする動作ではなくて、そのまっすぐ生かすためにクラブをしっかりインパクトにこう戻してこなきゃいけないっていう形なんですけど、押すっていうのはボールに直接勢いだったり命を吹き込むじゃないですけど、ボールを操る直接的な動作なんですよね。押し方にも結局押し間違いが起こるとインパクトゼロにならない。ヘッドを出してくださいって言ってヘッドを出すにしても、こうやって出す、これもこうやって出しちゃうのとこうやって出すのとやっぱこう違うんですよね。もちろん多少なりともアウトサイドにこう捕まえたい、ドロー打ちたいっていう時なんかにこうアウトサイドにこう出していくんですけど、これもアウトサイドですよね。これもアウトサイドで、こう2種類出てきちゃって、ターゲットラインに対してこうやってまっすぐ振ること、こう自分が軸になってその周りをこうヘッドがこうやって動いてるのと、こうやってアウトに振るんだけどもヘッドが出てない時っていうのが、まあこれ結構これが一番多いのかな。今見ててレッスンなんかやってて、こうやってアウトに振ってくださいって言うとこういう出し方をしちゃう。アウトに振ってるんだけどヘッドリードができてないからアウトに振っただけ手が出ちゃう。ヘッドをこうアウトに振る、こういうふうにこの動きですよね。これがこう少ないんですよね。結局インパクトにこうやってビタッてまっすぐ戻ってたらヘッドって出せるんですけど、ずっとこうクラブを引っ張って下ろしてきてたら戻らないですよね。こうやってこんな急激には戻れないんで、こう振り遅れたまんまインパクトを迎えてしまう。これがすごく多いですよね。この向きになって押せるっていうことなんで、そうやって言っちゃったら、まあインパクトゼロと、まあでも違うな、押すこととインパクトゼロ戻すことなんで、まあそれ違うんですけど、イコールじゃないな難しいとこっすよね。インパクトゼロとあれだもんね、フェースが開いてるのは違う話だもんね。そうそうそう、こうやって戻ってまっすぐ戻ってきてもフェースこうやって開いてたらもちろんダメだし、うん、フェースの向きターゲット向きながらバチンとこうやって戻ってこないとやっぱいけないんで、これ戻すのと、うん、戻した後にボールに当たって押すのが別っていう意味、うん、そう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 。で戻すだけで押さないこともできるの。できるできるできる。そうすると衝撃に負けて右行っちゃう。それ手打ち、うん、手打ちは押さないから。あ、押さないの、うん、手打ちは全力で戻してるだけだから。あ、そうなんだ、うん、手打ちは押さない、あの体使ってないから。え、じゃあベタ手は押してない。押してない押してない。あれ弾いてるだけ。振ってるだけ、振ってるだけ、ヘッド。え、でもそれでも今日1出てたじゃん。ですよ、300ヤードぐらいしたじゃん。294とかやってたね。うん、うん、ベタ手が一番飛んでたけど、うん、押してないんだ。押してない。押してない。だけどヘッドスピードもミート率も高かったよね、機械上ね。あ、機械上、うん、あれに自然の力が入るじゃない、天候とか風とか風とか、うんうんうん、そうなってくると、うん、やっぱ体の力を使っていかないと球が重くならないっていう、うん、重いものが250ヤード飛ぶのと軽いものが250ヤード飛ぶみたいな感じよね。あ、そうなんだ、うん、それが違っちゃうんだ、うん、ただよっぽどのことがない限りは全然大丈夫よ、うんうんうん、だからヘッドが動く、上半身が回るっていうことがすごく大事っていうのが、うん、あの動画で分かってもらえたら多分分かった方は上達するよね、うん、使い始めるからね。上を頑張れば、上を頑張るから、そう、うん、じゃあ上を頑張れば頑張るほど、うん、押さなくてよくなるってこと。押さなくてよく、あのヘッドが動いてれば押さなくてよくなる。要はヘッドを出さない日、まあ、理論っていうのはあれだけど、ヘッドを出さないスイングあるでしょ、うんうん、これは押さなきゃいけなくなってくる。あ、手打ちじゃなくなる。手打ちじゃなくなるし、うん、ヘッドが動かないじゃない、うんうん、よりコントロールしたいから、うん、だから押さないと飛距離が出せないから押すのね、うん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 、こうまあ引くとか言うんだけど、うん、引くって、うん、こう引かないんだから本当は押してんだよね、うんうん、あ、だけどニュアンス的にこう要は引いて引くみたいなやってんじゃない。でも本当に引いてたら打てないはずなのよ、うん、飛ばないから、う
うん、ただ引いて押してんだよね。今体の話したんだけど、ダイモンでも工藤さんもひろゆきも要はこうやってなるって言ってたじゃない、うん、何のために腰を切るかってすっごい大事な当たり前のこれ会話なんだけど、うん、なんで腰を切ると思いますかっていうことなの、俺が言いたいのは。それはなんか大事だね、言ったことない。ないでしょ、うん、結局腰を切るって腕を振る、腕を下ろすために腰を切るのね。きっかけってこと？きっかけ、うんうんうん、そう。だから腰を切るだけになってる人が振り遅れるのね。あーすごいね。それはこれはね考えさせられたの俺が。おお、誰に？ワンラップゴルフとかいうやつこんなこと考えなくて俺はゴルフをやめたかった。でも考えなきゃいけなかったから考えたんだけど、うん、なんで腰を切るのかって話。ああ、今のところは分かっちゃった。でもいやちょっと早いのトール君は。分かっちゃったよ、分かっちゃった。切る切んないは関係ないってことでしょ、うん、関係ないの。あのいやちょっとえ言っちゃダメ。いや言われる。いいんだけど、うんうん、早いなと思って。いい、大丈夫。もうじゃあ結局その腕を下ろすきっかけを作るために腰をやっぱ切るんだよね、うん、優先順位じゃないんだけど、うん、腰を切らなきゃいけないって先に入った人って、うん、腕を下ろそうとはしないじゃない、うん、腰を切るだけ。腰を切る、そう、うん、だから、うん、腕が下りない、うん、野球のピッチャーもさ、うん、こっからさ、うん、こうは投げないじゃん投げない、ね、うん、だから結局何かきっかけを作って腕を振るわけじゃない、うんうんうん、こう足を出して胸を開いてビュンって投げるじゃん、うんうん、そういうのの一つなんでね、うん、こうダウンスイングでグッて腰を切るっていうのは、うん、腕を下ろすためにやってればいいわけよ。したら振り遅れないでその腰の切れがスピードにつながるわけ、うんうんうん、そういうのがもう全然できてないから、すっごくそういうそれね、今日の朝の行きの車の中で考えた、うん、なんで腰を切るのかなから始まって、いやーこれ腰切ってるだけだと思った。あ、うん、きっかけに過ぎないのに、うん、メインになっちゃってるでしょ。そう、それをね、うん、腰を切るってことがそう、うん、メインになっちゃって腕クラブが下りないまま、うん、腕クラブを下ろすために本当は切らなきゃいけないのに、うん、切るだけになっちゃってて、 その本来の目的が、うん、あの果たされてないってことだよね。そう、腰を切ったら要はでんでん太鼓だから、うんうん、クラブって上に行くじゃない、うんうん、だから腰切っていいっていう人って引きつけられる人なの、下に浮いてっちゃうんだ。浮いてっちゃうから、こうやって、だからみんなこうなるじゃない。そう、だからそういう人って切っちゃダメなのよ。切っちゃダメっていうか準備をしてから切ってくださいになるわけ。ヘッドよりも手のが近いから早く動くから浮いちゃうんだ、うんうん、そう、こうなるからね。あ、そう、あの本当にこうブンブンブンってでんでん太鼓と一緒よ。こうどんどん浮くじゃん、こうやって、うん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 、あれになってるのよ。ただそっか、遠心力働いて上にも浮くから、そう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 、だからもっと下に下に行ってやっとかないと。そう、だからこうやってグッて引きつけるじゃない、うんうんうん、で左脇締めろって俺言うじゃない、うんうん、だからそうしないと打てないはず。そうだね、うん、ナイスが切ったら切ったほど出ないから、うん、だから腰を切るって相当な準備が必要。腰を切るってことがさっきトール君言ったようにメインになっちゃうと他の動きがうまく動けなくなっちゃう。何をするためっていうことだから、腕クラブを下ろすためだからね。こうなっちゃう人、こうなっちゃう人、うん、こうなっちゃう人は、うん、腰を切るがメインになってる人だからね、うんうん、絶対に。これはもう間違いないですよ。もうなんかあれだね、うまい例えが見っかんないけどさ、多分腰を切るっていうのはさ枝葉の部分であってさ、うん、その幹の部分っていうのはさ、うん、ちゃんとヘッドを振りましょうねなわけじゃん。 それがないけどさ、その腰を切るっていう枝葉の部分の方がさやっぱ食いつくじゃない、うん、人って、うん、だからそっちばっかそうやって発信しちゃうとさ、じゃあそもそもそれ何のためにやってんのっていうのが置き去りになっちゃってさ、うん、その腰を切るっていうのだけが一人歩きしてって、うん、切るんだよねになっちゃってるんだね、多分。そうだね、本当それじゃない、それしかないんじゃない、多分、うん、どんずばだと思うよだから降りてきてる人は切るし、うん、切ってさらに加速させられるんだけど、うん、 そう、うん、そっちばっかり話しちゃうと、うん、それが最初にやって正しいみたいになっちゃうから、うん、そういう被害者が続出する。そう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 、なんでシャローに入れるか、うん、なんで何々するかっていうことがはっきり分かんないとダメって、もうこれも何回も言ってるけど、何のためにその動きをやるかって多分もう1年ぐらい前の動画、1年半以上前の動画でも多分言ってんだけど、ずっと言ってるね、何のためにやるか、まあ、何のためにやるかっていうかあれだね、インパクトゼロのためにやってんだったらいいよって話ね、全部。そうだね、そうだね、そうそうそう、だからボールを
しっかり飛ばして、うん、しっかりまっすぐ飛ばすために全てをやってるんだったら、うん、もちろんいい。多分それを言うと全員そうだよって多分言うと思うんだよね。でもそうじゃない見てて全然そうじゃない。ナイスショット打とうとしてるってヘッド動かすのよ。動いてる人って動きたいのよ。動きを優先してる。動きを優先してしっかり打とうとしてて体動かしてる人ってヘッドは絶対動くのよ。でもヘッド動かないからこうやって、だから優先してないわけよクラブ。どんな変な動きでも動きすぎたとしてもとにかくクラブヘッドを前に出そうとしてる人って必ずこうなるから、そこの違い、それは見りゃわかる。そうだねいくらクラブ優先してるって言われたって、うん、こうやってなってる人にはうん、うん、ってなっちゃう。やっぱりそもそもそういう人たちはクラブ優先ですって思ってないんじゃないの、うん、あ それはあるかもね。何のためにやってんですかって言った時に、うん、いやヘッド動かすためですって何人が答えられる。そもそもそれ言われちゃうと多分ほぼないね。多分ないと思う。ヘッド動かしなさいよってどこでも言われてりゃそうなのかもしれないけど、違うもんね。腰切りなさいよ、何々しなさいよじゃん、うん、窓拭きなさいよじゃん、うん、少ないと思うよヘッド動かそうとしてる人ってって習った人って、うん、言われてないよね、うん、言われてないと思う。だからやらないし、で YouTube に溢れてるその動画っていうのが、うん、ヘッドを右と左に動かそうなんて言ってる動画ってほとんどないでしょ。あっても伸びないから。そうだね、うん、嘘でも真実とかでも全くないし、それはやりたいものやってもらっていいんだけど、毎回言うけど悩まないでほしいね。それは、うん、悩んでほしくないところ、悩むのが俺はちょっとハテナなんだよね。したらやんなきゃいいし。でも前これも毎回言うんだけど、じゃあそれ全部なくなったって言って、でも最低限やらなきゃいけない動きってこうじゃない、うん、だからこれは絶対やらなきゃいけないじゃん。だからどんだけ自分をこう裸にしてもヘッドが右と左に動くことは間違いないわけよ、うん、それを全力でやってくださいっていうことなのよ。だからそれが全力でできないからヘッドスピード上がらないし飛ばないし捕まらないんだよね。だからそういう動きがねもっともっとシンプルになってきて、しっかりヘッドが動かせるようになってくるとちゃんとインパクトゼロになりやすくなるね。すげえこれって大事なことなんだよな。ちょっとこれ話それちゃったから戻すと、うん、手打ちだったら押さなくていいっていう話、うん、だけど結局多分押さなきゃいけないじゃんとは言ってもまあね、度合いは違うけど、うん、少なからず少しは押してる、ね、っていうのはあれってことだよね。 100% 手打ちじゃないからだよね。足して100なのか分かんないけど、うん、例えば手打ち度合いが90だったら10は押さなきゃいけないし、うん、手打ち度合いがこう減ってって50なんだったら50は押さなきゃいけないしって感じなんだよね多分ね。まあまあそうかもしんない、そうかもしんないね。100手打ちってあのベタ手ぐらいじゃん。うん、そうだね。でもあえて打たないじゃん、うん、普通は、うん、ちゃんと右スパイクも上がるし、上げた時点でちょっとは回してるし、回るから押す、うん、を入れないと打てなくなる。そうだね。しかもベタ手だとあれだもんね、ここのピンポイントしかない、そこの一瞬しか、しか、うん、だからそれを線にするのに回してるから押すっていうのが必要になってくるってことですね、うんうん、そう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 、理解した。じゃあいつでもそのポイントで絶対打てんだったら手打ちだから押さなくていいんだ。押さなくていい本当に、うん、ただ多少ずれると、うん、やっぱずれちゃうってこと、あの、そうそうそう、押さないと負けちゃうってことだよね、うん、なんで上が使えてきて、要はクラブ腕上半身が使えてきたベタ足手打ちが飛ぶかっていうと、より視点だからなんでね、ここが。ああ止まるから止まるから、結局体の回転使うと多少はなりともこうなるわけじゃん、うん、そう、ただコントロール性は上がるわけよ。あ、線になるから、ね、線になるから。でもこれだとさ、うん、ヘッドだけの純粋な力がもう 100% に近いじゃん、視点がもう動かないから、うん、そうすると弾き感は強くなるわけよ。そうだね。そう、だけどコントロール性は今登録に言ったようにインパクトは点になるから安定感は少ない、うん、タイミング次第になっちゃう。タイミングつかめたら一緒なんだけど、しっかりクラブが緩まず持てててしっかりヘッドを動かせてボールを弾けさせることができれば飛距離っていうのは絶対変わんない。体が回転した状態のクラブの動きを、こういう状態の動きをベタ足手打ちだったら、うん、多分250ヤードぐらいまで落ちる。あ、うん、だけどそれを体の回転でまた復活させてるっていう、うん、だから結局飛距離は変わりませんよってこと。そういう押しと、まあ、インパクトゼロっていうのは、まあ、やってるこう項目がちょっと違うっていう。例えばアイアンに持ち替えたとして、どんだけ軽く打ってもどんだけフルスイングしてもドライバーで打ってもアイアンで打ってもインパクトゼロっていうのは絶対やる、うん、で度合いもない。ここにまっすぐっていうのはパターまで一緒だから、うん、だけど押しっていうのは打つ距離によって度合いも変えなきゃいけないし、あ、そうかそうか、押す方向角度も変えなきゃいけない、うん、ドローフェードドローフェードに
対しても違うし、高い低いに対しても押す方向が変わる度合いと。だからこういじらなきゃいけないっていうのは押し感の方で、インパクトゼロっていうのはもう1個しかない。あ、うん、そういうのでもまあ多少違うかなっていう、うん、部分はあるね。2つともやらなきゃいけないことだし、スイングにはまあ意識して取り入れていただければと思いますね、はい。で今回はまあ、インパクトゼロと押し感、押しっていうのが同じなのっていうことだったんで、まあ、ちょっと違いますよっていう動画を撮ってきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。オンラインサロンに入会していただきますと、特別なですねミーティングですとかレッスン先行予約、あとオンラインサロンではですね、ちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですね、ちょっと秘密なこととかですね、特別なショットですねをオンラインサロンの方で紹介しております。ぜひ気になる方はご入会よろしくお願いいたします。